皆さんこんにちは、大門です。大門さん、今日何かあるんですか？今日はですね、これからケアマネージャーさんをお迎えに行きます。お迎えに行って何するんですか？あのね、はい、利用者さん獲得っていう目的もありますけれども、はい、ケアマネージャーさんに実際にですね、こうチャレンジャーでやってる体操を体験してもらって、うん、あ、この利用者さんだったらここ合うんじゃないかなっていう風なのをね、こう身をもって分かってもらうというか、そういうことを目的にね、ケアマネさんの体験ツアーをですね、月1回ぐらい今後やっていこうかなと思います。素晴らしい。今日は、2名のケアマネさんが来てくれるということなので、はい、これからお迎えに行きたいと思います。はーい。はい。じゃあその様子を VTR で見てもらおうかな。はい。はい。じゃあ VTR スタート。ね、皆様おはようございます。よろしくお願いします。向こうはちょっとスポルト体操をやってきてもらった後なのでね、お伝えの方もいらっしゃると思いますが、ね、頑張っていきましょう。まあ、20分目の体操になりますので、はい、じゃあまず深呼吸します。よく上がってます。違います。両手で持ちましょう。肩幅ぐらいで構いません。で、まっすぐ頭の上上げて、そうですね、で、ゆっくり下ろす。これ10回いきましょう。背中が伸びてると、ね、顔もアップもね、ちゃんと上がるし、みんなかっこいいと思います。じゃあ、こういった中でゴールはどこだっていう話がたまに出るんですよ。何ができたらこれ完璧なの？本当は全員がこれできるようになってほしい。これを、ちょっときついでしょ。肩甲骨の周りを柔らかくするにはこの動きが一番手っ取り早いというか、網羅してるんですよ。この最後のことがね、みんなしっかりできてた、ね、石川さんも、ね、よくできてました。前は以前はね、こういう感じでね、やっぱりこういうちょこちょこちょこっていう感じだったんだけど、最近歩いてる時とかもね、少しここが開いて、ね、座ってる姿勢も良くなってきたんでね、これからですね、まだまだ。今は、まあ、今度は左右に交互に上げていきます。なので最初の位置より下がらないこと、ね、こうなると肩の運動にはならないので、しっかりと上げていく、ね、で人によってね、まあ、肩痛い方とかいらっしゃると思いますが、そこは無理しないように、ね、人それぞれみんな違いますからね。じゃあ10回いきます。最後10回です。動きが素晴らしくいいです。今からでも、ね、遅くないですよね、全然ね。でもオリンピックやってるじゃないですか。あれ見てまた始めようっていう方が多いらしいですよ。この状態で右だけいきます。右へ伸ばす。この右だけ
宮崎さんお疲れ様でした。ありがとうございます。実際体験されてみていかがでしたか。意外ときつかったです。意外ときつかったですか、うん、どう最後までできました。できました。まだ大丈夫そうです。原先生、原先生、はい、これ利用者さんは最後までやってるんですよね。はい、やってます。できてましたか。はい、よかった。素晴らしい、ありがとうございます。やってる姿勢は素晴らしかったです。あ、本当やっぱり実際こう体験してもらってね。そう、でもこんなに、うん、すごい汗かくほどやるとは思ってなかったこれを何回転でした。4回転、私はあれもやってみたいですね。あ、わかりました。ちょっとじゃあそっちもね、今度やらせて、ぜひいらしてください。ありがとうございます。浅井さんお疲れ様でした。実際体験してみてどうでした。結構運動量もあって、うん、あって皆さんがそれをでもスイスイされてたのでめちゃくちゃびっくりしました。自分自身もねやってみるとそうそう、なりそうだし大丈夫ですよ。実際やっぱりなるんだやってみるとね分かることもありますもんね。すごく体が軽くなりました。あ、すごい、いきなりもう効果が出ちゃってあらららら、らそっか、いや本当にもうお忙しい中ありがとうございました。今日はアサイさん、水崎さん、本当に今日はありがとうございました。で、ゆかさんからどうぞ最後一言。お疲れ様でした。また来てください。また来てください。はい、今日お待ちしております。本当にありがとうございました。また会いましょう。